きげんよう隊長様。淑女たるもの、いつでもお出迎えに上がりますわ。いい子でいるのも疲れますわね。あら、どうかなさいましたの、隊長様。あら、前髪が乱れてましたわ。隊長様、私の体が触りたいのでしたら相応の代償をいただかないと。尻尾があるとお洋服選びが大変なんですのよ。隊長様、私以外の女性にむやみに触れてはいけませんよ。すみません、コルセットをきつく締めすぎてしまって。さらに硫化して足もカニ爪のようになったら靴選びが困りますね。隊長様にでしたら本当の私を受け入れていただけるでしょうか。人間でも隊長様のように尊敬できる方はいらっしゃるのですね。本心では全てを捨ててでも隊長様とこの翼でどこへでも飛んでいきたいのです。私は竜の巫女シンシアと申します。お会いでき光栄です。わあ、素晴らしいです。力が溢れてきます。あら、ありがとうございます。私、贈り物をいただくのは慣れてますのよ。無礼な。隊長様、この武具私に全部いただけません？この私に恥をかかせてこれだけなんて生ぬるいですね。仕方ありませんね。次はぐちゃぐちゃですよ。どんな時でも歩幅は狭く、顎を引いて背筋を伸ばす。あら、どうかなさいましたの、隊長様。隊長様、とどめはぜひ私に。そこです。竜の息吹、とくとご覧遊ばせ。無礼ですわ。